こんにちは、ミッドエスト渡辺です。今日はちょっとエンホールドをご紹介したいと思います。夏のエンホールドがねだいぶ揃いましたので、ちょっとカットソー半袖系とかね、もう結構昼間は半袖で行けたりする日も多くないですか。はい、暑いよねだいぶ。いや、めちゃくちゃ暑いですね。なんでまあちょっともうそろそろこういうのがいるんじゃないかっていう、もうほんとちょうどいい時期にちょうど欲しいものたちがたくさん入ってきたので、まあ、今日もねいろいろ着てご紹介していきたいと思います。じゃあ早速着替えます。ではまず一つ目のご紹介はこちらのパンツですね。めっちゃ形面白くない？すごい可愛い。ブリーチですか？そうです。こちらのパンツお値段が 37,400円で、36と38があります。これは36入ってますね。163センチで36着用です。結構緩めじゃない？緩めですね。ね、でシルエットがすごい面白くて、ここのウエスト周りとこの一番下のところがプリーツになってて、ちょっとこうニットリブみたいな感じのシルエットになってますね。キュッて締まるような、すごいこの形が可愛い。結構てかかなり薄手なんで、夏もめっちゃ涼しく履けるやつですね。これバルーンパンツですね。でもこれは、ね、なんかもうちょっと新鮮さ欲しい人これ1枚ですごいなんか新しい自分になれる感じがしなんかちょっとこう変化つけれるっていうかさ、はい、基本今まで多分プリーツってあったらスカートでしたもんね。そうやね、この形はだいぶ新鮮だよ。しかもこの足の形を見せないシルエットだし、本当に体型、どんな体型の人にもハマると思います。で、上ちょっとこのカーディガン羽織ってみましょうかね。はい、こちらアシンメトリーのこんなカーディガンですね。これはサイズワンサイズですね。38のみのワンサイズ展開になってます。シルエットすごい可愛くない？可愛いですね。で後ろのボタンになってて、後ろとサイド前とボタンがついてます。でボタン黒はこう、このボタンの紐がブルーになってたりとかして、ちょっとこう色がついてるのも可愛い。こっちは黄色、うん、こういうところもなんかエンホールドっぽくて可愛いよね。これで38,000 円ですね。いやもうこのカーディガンはもう超万能なんで、もうめっちゃ薄手やし、コットンでめっちゃこうなんていうだろう、ドライタッチというかサラッてしてるからすごい涼しく着れるし、ベタつかないし、でもう薄いからさ、もうカバンの中に丸めてパッて入れておけるし、なんかまあ半袖でお昼行けるって言っても絶対夜とか朝は寒いんで、これがあれば便利だし、電車とか室内はクーラーでね寒いんで、こういうのあると本当に便利ですよ。でしかも形でこう他と差がつけられるっていうか、なんかそうカーディガンって結構難しいんですよね。着たらなんかすごい、なんて言うんだろう、おばさんっぽくなっちゃったりとか、まあ、年齢はなんか出ちゃいそうなイメージありますけど、そうコンサバっぽくなっちゃって、なんかおしゃれじゃないなって感じなんですけど、これはもう本当にアシンメトリーで、なんかもうパッて着るだけでそれこそ本当にさっとおしゃれにしてくれるからめっちゃ優秀です。1つ目からだいぶおすすめです。はい、じゃあ次着ていきます。では2つ目がこちらのレイヤード T シャツですね。お値段が 35,200円ですね。サイズこちらもワンサイズで、38のみとなっております。めっちゃ可愛いでしょ、このサイドのこの感じ。何これって感じだけど飾りですただただ飾りです。めっちゃ可愛くない？このレイヤードしてる感じ。1枚なんですけど、で1枚で全部 100% コットンなんですけど、このシャツっぽい生地とこの T シャツのこのカットソー生地の切り替えになってます。ここの部分、この部分、ここの部分はシャツの生地で、ここの下、肌に触れるあたりかなは T シャツの生地になってます。面白いでしょう。
だからなんかちょっと素材感がこう違うくて切り替えになってるんですよね。この辺とかがだからちゃんと張りが出るようにシャツの生地になってる。はい。ね、めっちゃ可愛いですよ。なんかこう一枚ちょっとこう華やかにしてくれるアイテムですね。なんか夏どうしてもシンプルになってきやすいんですけど、これさえあればなんかちょっとこうスタイリングに華やかさが出るというか、めちゃめちゃちょっとドレッシーになれるって感じですかね。下はカジュアルにデニムとかパンツでも全然ありかなと思います。これは白黒どっちもいいですね。どっちも可愛い。こういうなんか素材すごいいいよね。やっぱりエンフォールドって手入れしやすい素材がすごく多くて、もう本当に日常を使いできて、日常の洋服をちょっとこうおしゃれにしてくれるというか、そういうアイテムがすごい多くて、だからすごい人気な気がするな。可愛いし単純。じゃあ次着ていきます。はい、はい、では次着替えてきました。こちらめちゃ面白いワンピースです。じゃあこちらは値段が 35,200 円ですね。はい、はい、サイズ38を着用しております。これはなんとですね、こういうすごいドレープのワンピースなんですけど、実は3枚の T シャツを再構成した、まあ、エンフォールドらしいワンピースなんですよ。まあ、これ1枚ここにあるでしょ、はい、で私が今着ているやつでしょ、はい、これに下はほらこうロン T かな、ここ長袖がついてるもん、こうで、面白いでしょ、はい、すごい面白いワンピースなんです。で色もなんかカーキー可愛いし、っていうか、はい、もう夏暑くなってきたらもうコーディネートなんか考えてられないですから。そうですね、暑くて、はい、もう何も着たくない、重ね着なんてできないです。そうっていう時に何も考えなくてもちゃんとおしゃれにしてくれるこのワンピース一番着ると思う。そうですね、デザイントップス、ね、結局こういうのが一番着ちゃうんですよ。ワンピースだって涼しいし、ワンピースってなんか何せ楽やし、なんかこうなんていうかな、本当に楽、締め付けがないからめっちゃやっぱ楽なんですよ、こういうワンピースって。まあ2は今この色とこの色で他の人と差をつけれるし、ちゃんとすごい良くない？そうなると、あのちゃんと本当にお出かけ着、タウンユースというか、なんか全然梅田に出てこれるファッションだと思います。一枚で、うん、ね、なんか家着、ダル着に見えないでしょ。いや見えない。素材感はそれぐらいラフなものなんですけど、ちゃんとそこはやっぱりエンホールドらしい一着にしてくれているので、すごくおすすめです。じゃあ次着てみたいと思います。はい。ではラスト着てきました。こちらのワンピースですね。これがお値段が、いくらだっけ、3万800円、3万800円です。はい、はい、でこちらはサイズ36、38があって、今38の大きい方を着てます。はい、163cm で、私はもう丈はもうできるだけ長いものが好きなんで、絶対サイズは大きい方を着ますね、これは、はい、この丈感が好き。てかめっちゃ可愛くない？これこの形すごい面白いんですよ。見て、ほら丸くなってます。可愛いでしょ、この丸の形。こうポケットをこう手入れるとちょっとこの丸の形が分かったりとか、こう普通にしているとこうちゃんとこうドレープになって、ちょっとこう個性的な形、なんかシンプルだけどすごい個性的な形でめっちゃおしゃれじゃない？この裾のスリットもすごいいい感じ。いやこれ絶対可愛い。しかもこの切り替えも、この胸のところの切り替えも可愛いし、あと個人的にはこの首の詰まり具合もすごい好きですね。これぐらいキュッて詰まってる方がちょっとモードっぽくかっこよく着れるというか、はい、でまあちょっとやっぱ腕出すの嫌だなーって人はこれね、これ羽織った方がいいね。これ羽織るのもすごい可愛いよ。うん、合いますね。ね、いいよね。これ多分どんなものにもなんか合ってくれる気がする。なんか形的になんかちょっとこういろんな着方、後ろにしたり前にちゃんとしたり、いろんな着方ができるから、なんかこのお洋服にフィットしてくれるカーディガンの気がするな。
ちょっとだからこの色的にも秋口に来て、まあこれもう言ったら AW のコレクションなんでまあコットンで今から着れるっていうので提案されてるんですけど、一応コレクション的には AW なんで秋とかにもね全然着ていただける色合いやんね、うん、はいね、そうですね、うん、かわいい。この組み合わせもおすすめです。なんか上から着てもここのやっぱスカートの形が面白いから、ちゃんとこのおしゃれっぽくなるというか、まあ、デザインは出てもちゃんと隠れないです出てるよね。このサイドの感じとかもさすごく可愛くない？はい、ね、今回はもう即売れちゃいそうなものたちがたくさん入ってきてるので、ぜひ皆さんお早めに、こちらすべてもうオンラインの方に掲載されておりますので、ぜひぜひこの動画を見終わったらすぐオンラインサイト見に行ってみてください。ぜひ店頭でもお待ちしております。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。